ユーストリームをご覧の皆さん、こんにちは。今日はこの現場、新潟市のロイヤルハートクリニックさんから2メーター40センチのレイアウト水槽の製作をライブ配信いたします。一体どんなレイアウトになるのでしょうか。では天野社長、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ハロー、ニーハオ、こんにちは、これからレイアウトを作ります。レイアウトを作るときはね、私は、寡黙なんであんまり喋らないからね、質問するときはこのエンドを通して言ってくださいね。よろしくお願いします。じゃあね。さて、どんなレイアウトになるのですか、なるのでしょうか。いよいよスタートです。早速スタッフは提唱作りに入っています。まずはこのパワーサンドスペシャル L を敷いています。パワーサンドスペシャル L は提唱中に高い有機栄養素を与え、長期間維持することが前提となるこのような管理水槽では欠かせない提唱栄養素です。パワーサンドは水深によって SML のサイズを選んで使用してください。はい、パワーサンドスペシャルに続いて低消添加剤を今撒いています。まずはこのバクター100を撒いています。バクター100からは100種類以上もの微生物が提唱に発生します。バクター100に続いて次に撒いているのがクリアスーパーです。はい、こちらがクリアスーパーのパッケージですね。こちらクリアスーパーからは微生物の繁殖が促されます。続いてトルマリン BC です。トルマリン BC は土壌の改善効果があります。すみません、質問していいですかね、遠藤さんに。土壌の改善効果何ですかそれ。はい、じゃあ先ほどのトルマリン BC 今用意できますか。はい、こちら土壌の改善効果。はい、こちらの商品はですね、トルマリンが入ってますので、トルマリンって電気石ってことで、土壌とか、微生物にこう電気的な刺激を与えるんですけれども、そういった刺激が、微生物の働きを活発にして土壌環境を整えます。続いてが、ペナック W を巻いています。ペナック W 今パッケージ用意しています。はい、こちらペナック W です。こんな感じの、
白い粉ですね。そうですね、これは嫌気状態を、防止する役割を果たしています。結構あの知ってる人は使ってるっていうような、人気のアイテムですね。はい、はい、続いてはペナック P です。はい、こちらのペナック P なんですけれども、W よりちょっとこう黄ばんだ色をしてるんですけども、これが水草の根とかに刺激を与えて水草の粘りとか、これも低床環境内を良くする効果があります。まあ低床内は後から作り直すことができないので、最初にできるだけ作り込んでおいた方がいいですね。で特にこういった管理水槽では失敗が許されませんので、こういった万全な低床システムを作ってます。はい、この間に、水槽の方にはソイルが今敷かれています。はい、それでは今回使用しているソイル、こちらですね。使用しているソイル、アマゾニアになります。こういう黒土ですね。他メーカーのものと違って非常に有機栄養分が多いので、水草の成長は、アフリカーナ、マレーヤ、あと他メーカーの黒い土に比べてもう全然水草の成長が良くなります。はい、アマゾニアもだいぶ慣らされてきています。今ちょうど、ソーシャルストリームの方でこのアマゾニア何袋ぐらい使っているのですかという質問が来てるんですけれども、今これで8袋ですね。9リッター入りを8袋使ってます。その状態がこちらの状態です。はい、今アマゾニアのノーマルが、2袋追加されてこれで10袋になります。